どうもタブヤンです。ファイナルファンタジー6続きやっていきたいと思います。お、穴に落ちたぞ。セカンドチーム、そして真ん中へ。何かが起こるのか。ファーストチーム、セカンドチーム、サードチーム。ん？その声は。ようこそ諸君。ケフカか。皆さん必ず来ると思ってふさわしい言葉を一生懸命考えていましたよ。どこまで破壊を繰り返すケフカ。私は最高の力を手に入れた。ほれ、この素晴らしい力、お前らなど問題にならない。みんな壊れてしまえ。すべてはいずれ壊れゆく。でも人はまた新しいものを作り出すこともできる。それさえもいずれは滅ぶ。なぜ滅ぶと分かりきっているのにまた作る？死ぬと分かっていてなぜ生きようとする？死ねばすべて無になってしまうのに。大切なのは結果じゃない。今何のために生きているか、何を作り出すことができたのか、守るべきものは何なのか。生きている間に人がその答えを見つけ出すことができればそれでいいんじゃないのか。お前は見つけたのですか？この死に耐えようとしている世界で。見つけた。愛する心。守るべき人。心の中の妻と子。友と家族と。秩序を持った国を作る使命がある。俺のことを可愛がってくれる兄貴だ。あはは。私を受け止めてくれる人がいる。可愛い孫がおるぞい。友の翼、仲間がいるクポ。気に食わないですね。揃いも揃って口答えして。くぅ。ならば私がそいつらを消し去ってしまいましょう。お前らの生きる糧を。ケフカやめろ。で一番の力を私は取り込んだ。それ以外のものなどカスだ。カスイカだ。カスイカのイカだ。全部破壊して死の世界を作るのだ。命は、夢は生まれ続ける。これもこれも全部破壊、破壊、破壊、全部破壊だ。命を奪うことは許せない。
死のない破壊など面白くもなんともないわい。許せんケフカ、順番を決めてください。何これ、え、戦闘を行う順番ということ？すごいね FF6。 もちろんここでセーブしておこう。このシステムがよくわからないが、ファーストチーム、セカンドチーム、サードチームの順番でいこう。ゴー。あー、やっぱり4人1組で戦うんだね。どうしようか。いきなり、リレイズティナ、開演必殺剣。ちょっと待った、必殺剣後回しだ。踊る、どうしよう。愛のセレナーデというか、モグは戦うか。ティナトランス、トランスした状態で回ってこない。トランス早く、トランス先、トランス魔法。どうしようか。アルテマ、あ、両手もある。アルテマ魔法ケアルガ、モグ回復、そして満を持して開演必殺剣時間がかかるからね。アルテマ打ってる間に7000ダメージ。できればライブラしたいけど。8番目の必殺技、モグ戦うか、モグ踊るか。闇のレクイエム、魔法アルテマ、魔法ケアルガ、ティナ、モグ何してるモグ面白いな。あ、必殺剣見るの忘れた。4つ目の必殺剣ぐらいがいいかな。ケアルガで全回復、魔法アルテマ、魔法ケアルガ全体に。モグどうだ、モグ攻撃、モグミス必殺剣舞いまいちだ。カイエン普通に戦った方が強いかもな。うー、タブヤン回復役かな。ケアルガができるからね。ちょっとカイエンもケアルガ、そして次ちょっとライブラしてみたいよね恐怖の視線、何それ。あ、石になった。エスナ、お、モグ頑張ってるよ。真空波ガード、ティナアルテマ打ちまくり。音楽がなんか渋いね。クエイクやばい、クエイク来た。うわー、すごい攻撃だ。あ、チェンジ？あ、どうなった？もうケフカの跡形全くないよねあ、第一形態倒したっぽい感じか。これセカンドチームに変わるのか。なんだこれ。あ、セカンドチームに変わらない。ケアルガ召喚魔法とか使った方がいいかな。フェニックス、あ、出てきた。交代してるよ、エドガーに。レイズ、あ、フェニックスしてるからレイズしなくてよかった。ナイスタイミングのフェニックスだね。魔法、あ、もう、え、魔法封印されてんのこれ。何これ、どういうこと。ティナどうした、ティナどうした
わからない、いやーよくわからない。とりあえずエリクサー使ってみるか。ティナに、ティナにエリクサーあーフリーアスターって何、タブヤン混乱してる、モグ死んでる。どうしよう、カッパになったカッパになってるよ、イエローチェリー。あーその前にティナ死んだ、ティナ死んだけどカッパになってる。エドガー一人、イエローチェリー使う意味ない、カッパにされた。どうしたらいいこれ、うーわー全滅。あ、ゲームオーバー、そういうことですか。システムを理解したね。一人ずつ交代していく感じなんだ。理解したぞ。じゃあ強いもん順に並べればいいんだね。よし行こう、もう一度リベンジだ。さあ三頭身という敵がね倒しましたけど、こちらにはね三魔法使いがいますよ。セリス、ティナ、ストラゴス、午後でオープニングバトル行きたいと思います。魔法で一気に蹴りをつけてやる。連続魔、アルテマ、アルテマ、トランス、モノマネ、覚えた技、魔法どうしよう、リレイズ、セリス、魔法、アルテマ押しだ、イエ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 イ。あ、めちゃくちゃ回復、回復誰かしないと全員攻撃しちゃった。ストラゴス回復か、連続魔、ケアルガ、ケアルガ、そして午後もモノマネするというねヘイスガとかもした方がいいな。リレイズ、まあね、どうしよう、ヘイスが、ヘイスがあるね、ヘイスが、頑張れ、耐えろ。リレイズをストラゴスに、ケアルがギリギリった、間に合ったぞ。アルテマー、 FF6 やはり魔法が強い。エイスが連続魔、アルテマ、ちょっとライブラしてみたいけど、まあ第一形態だからいいか、さっき倒したもんね。アルテマ、アルテマ、マジックポイントなくなったらエリクサー使うぞ。モノマネ、そろそろケアルが、誰が誰にリレイズしたかもう覚えてないリレイズしとくか、ティナにリレイズ、やばい、衝撃波、ナイスガード、おー第一形態倒したんじゃない、いいよ。もうこの4人で倒さないとあと厳しいからね最強の4人ですから、どっちかというと肉弾戦はね打撃力がないからね我がチーム。モノマネから入るモノマネから入ってアルテマ、うわーなんかすごい攻撃してきてるよ。アルテマ押しでいこう、アルテマ、ケアルガがバランスがいいかな、セリスは。アルテマ、ホーリーとかの方がいいのかな、単独攻撃、モノマネ、あーめちゃくちゃ4体もいるの、アルテマの方がいいね、全体攻撃の方がね。
ぺんに全部倒してやるぜ。ティナのトランスがもうすぐ終わる。そろそろケアルが。よし、ストップやめて。ナイスガード、ゴーゴー。敵の攻撃、通常攻撃は大したことない。なんだ、ホーリーされてる。ミス。さあマジックポイントがつけるまで勝ちたいんだ。すごい戦い方かも。おっとティナがもうトランス状態が消えた。ナイスガード。回避率高いよね、モノマネ。氷漬けになるがいい。うげー、氷漬けになった。氷漬けって言っても回避の仕方わかんないね。これ溶けるまで待つしかないの。ファイヤーしたらいいのかな。午後にどうなんだろう。ある手間、そんな余裕ないな。いや、どんだけヒットポイントあるのって感じだよねこれ。 KR がしようか。午後を回復させたいんだけどな。どうすりゃいいんだろう。午後一回死んだ方がいいんじゃないのか。すごい打撃攻撃してきてる。ある手間、いきなりボス戦に入ったから。デスペル？あ、氷は回復するのか。そしたらしないのか。どうした、倒したか。よし、2形態目倒した。まだまだ上ありそうだね。なんだこれ。いやいや、もう大体レトロゲーマーの経験からして第3形態で終わりじゃないの。もう終わりでいいんじゃないの。全然ケフカっぽくないんだけど。ある手間、ミス？リレイズしてたよね、あの午後に。ある手間、ある手間で押しだな。ある手間押しだ。あ、もうどうしよう。ケアルが、ケアルが、ケアルが自分に。そろそろ誰かマジックポイントゼロになるよね。あ、まだ大丈夫だ。まだまだいけますよ。ホーリーもやってみようか。ホーリーいける。面白みなんていらないんです。勝ちたいんです。ある手間、あ、なんか暗闇状態になった。でも関係ないね。あ、やばい、ダメージ受けた。ケアルが、急げ。うわー、全滅するぞこれ。ゴゴちゃん一人だけ回復。リレイズしてもその後なんか怖いよな。モノマネなんかされてる。あー、死んだ。死んだけど第三形態倒しました。まさかの第四形態。ティナ死にました。ティナリリーズしてなかったっけ。あ、タブヤンに交代。出た、ケフカー。命、夢、希望。どこから来てどこへ行く。なものは、この私が破壊する。次回、
ケフカと最終決戦。それではまた、さよなら。